なんかエアコンのリモコンなくしちゃって、今この家28時間ぐらい冷房つけっぱなしなんだよね。コンビニケアとか思いつつ、今月の電気代が怖いわと思ったら金払ってんのお父さんだったわ。ね、実の父ではあるけど実質パパ活だよね。違うか。七尾です。今日の動画は、フジシーあるある。今回もお前、今までみたいな、中村進撃と松本南極を間違えるみたいな、てめえだけだよみたいなマスターベーションみたいな、あるあるを言うと思ったでしょ。今日はそうはいかないからね。なぜならね、僕はなんと言ってもね、結構ドキツメな腐女子。まあ皆さんもご存知の通り、腐女子の明美っていう腐女子と何ヶ月か交際経験がありまして、交際経験って言葉気持ち悪いな、俺が使うと。俺の家には未だに、腐女子の明美の残骸が2冊ほどあるんですね。近藤さんと小西さんでございます。しかも何がドキツメの腐女子かと言いますとね、結構これをね、強要してくるタイプなんだよね。いや、見えねえわと思いながら。うん、このね、中村進撃作品においてはね、裏表紙っていうのかな。これがちょっと面白くて、ここだけは見てるみたいなタイプの人間ですね。あとアニメのエンディングだけは好きだった。君は好きだけじゃ物足りない。さっさと行こう、あるあるに。あるあるその1。自称するのは捨て立つみたいでかっこいいが、他人から腐女子でしょって言われてイラッとする。まあ、自虐ネタみたいなもんだよね。自分で腐女子って言ったらさ、アウトローな趣味を差し込む自分みたいな感じでかっこよく思えるかもしれないけども、他人から腐女子でしょって言われたらさ、腐った女になっちゃうんだよね。だからあんまり男性陣は安易に女性に向かって腐女子でしょって言わない方がいいよ。まあ、今日は俺バンバン腐女子って言葉を使ってきますけどね。動画のご視聴お許しくださいね。あ、これは前も言いました。はい、無自覚面食い。アニメ好きの人はしょうがないの。もうね、腐女子に限らずもう男だってそうだもんね。あんなスベスベな肌で、ね、巨大な目が埋め込まれていて、日常的アニメなのに高校にいきなり銀髪のキャラクターが出てきたっていう、なんかもうね、でその美的感覚を3次元で持ってこられたら結構困るっていうか、まあ、でもこの話は前もしたなと思いますね。ツイステ引く前は愛にビールとくくられると無事入れるが、味方は完璧に不明線。フリーとか、ユーリオンアイスが好きな女子とかにも結構これ当てはまるんだけどもね、ツイステ引く前は全くビールとして扱えていないけども、作者がそっちの需要も考えてるシーンが節々にあるじゃないですか。普段しでもね、男からしてみたらね、もう言ってしまえば、アイナラだって BL みたいなちょっとハードルがあるわけですよ。フジャシさんはそのハードルが当然すぎてね、フリーとユーリオンアイスは別に BL じゃないからね。まあ、そっちはそう思ってるでしょうけども、こっちはね、男があんなね、上裸で抱き合ったらちょっとびっくりしちゃうからさ、そっちの免疫ありませんから。しかも実際そういう目で見てるね、あなたたち。違うごめんなさい。帰りますね。てん。肛門の機能に夢持ちすぎ。急にどうした？勝手に濡れることもありませんし、突発的に襲いかかってセックスができるほど肛門って綺麗じゃありませんからね。肛門を洗浄してから、いざみたいな感じのそういう慣れる手順が必要なんだよね。突発的にセックスをしようみたいな感じでできる部署ではないんです。肛門は。部署？待って、そもそも女にも肛門ついてんだからみんなも承知の上か。BL 読んだだけでセクシャリティの問題で精通していると勘違いしがち。ね、こういう腐女子に限ってさ、あ、受けなの攻めなのとかいうデリカシーのないことを聞き始めるんだよね。偏見です。リアルの仲間が少ないからピクシブの認知度がわからない。ね、ピクシブってあれみんな知ってるよね。大丈夫だよね。っていう時あるよね。てか、ピクシブに限らずさ、当然にたしなんでるサイトが、やっぱり友達が少ないですから、友達が少ないなんてことが言ってんじゃない。同じ教室内において腐女子仲間ができることは稀、みたいなことが言いたかった。そう、腐女子は友達ができないなんてそんなことが言いたいわけではございません。だからそのサイトが当然のようにみんな知ってるものなのかっていう確認があんまりできないよね。なんか1年前くらいに BL の同人誌が転載されてるサイトがさ、軒並み閉鎖されたらしくって、なんかその時アケミがゲボ張りたのすごい今思い出したわ。そのサイトはみんなわかんのかな？なんかサイトが一気に閉鎖したらしいですよ。俺はわかんないけど、ね、あのサイトかっていうことがわかった人はチャンネル登録よろしくお願いします。親バレしてることがなぜかステータス、マウント取ってくるやつすらいる。どの範囲まで公表できてるかがなんかステータスになってるとこない？ない？あるよね。私は親公認だよみたいな。うん、なんなら親と一緒にギブ見ちゃったみたいな。同人誌親と一緒に貸し借りしてるんだみたいなことなんかマウント取ってくるような口調で言ってくるよね。でオウムをオメガと読む。ね、これ何が恥ずかしいってさ、ね、まあ、男は多分オメガバースなんて言葉知りませんから、ただ単純に読み方間違えてこの女すげえかっこいいこと言ってるぞ恥ずかしいみたいな感じで見られるからね。オウムの法則でございます。オメガの法則ではございません。テレン。公式における一瞬の接点により爆発的に人気になるカップリング。ジャンプってなんかいたかな。だから全然思いつかないわ。まあ言いたいのはこれじゃないんで次が言いたい。はい。その人気にかこつけて公式が寄せに行くと萎える。公式になったら嫌な人と公式になったら燃え上がる人の二大勢力に分かれてるよね。明美はそれ結構上等だったんだよね。でも実際なんか二次創作はさ、ジャンプとかばっかりでさ、そもそもが BL 作品ですよっていう感じの二次創作って意外と少なめだよね。まあ売り上げを考えるとね、ジャンプの人気っていう母数の多さを気にしてるのかもしれませんけどもね。ね、腐女子って意外と商売上手。でね、オスタンズラブ見てやるかという謎の抵抗。まあそして結局見るんだけどね。これも結構ね、分かれると思うんだけどもね、僕の印象としてはね、腐女子さんはね、男のアニメアイコン、ラブライバーとか、なんか顔白。そっちよりも、なんか二次元と三次元の違いに寛容な印象を僕は受けましたね。で、三次元のビールなんて絶対無理みたいなことを思う人もいる。ちらほら見かけましたけどもね。これに関しては男すごい見習うべきだと思うな。男のアニメオタクってもう三次元の女すごいバカにしてくるじゃん。自分の顔のレベルもわきまえずにね。ね、てめえは中国の富裕層かよみたいな。せん。ブックオフの BL コーナーには必ずリボンの同人誌がある。あの、今学生の子たちはあんまり知らないかもしれませんけどもね、十何年前はね、もうジャンプの BL と言ったらリボンっていうくらいね、リボンがすごかったんだよね。リボンのピンクボンがいっぱいあったのすごい覚えてる俺。でね、ハイブリッドチャイルドの感動を布教しようにも BL だからという葛藤。うん、これはね、僕個人の感想です。やっぱり BL の中でもね、ハイブリッドチャイルド、松岡義嗣さん、BL の枠に収まりきらない感動は確かにあるわけよ。僕もそれは感じた。世界一初恋も純情ロマンチックも読めなかったけども、ハイブリッドチャイルドだけは僕見れたんですよ。それくらい感動だったんだけども、やっぱりね、BL だからっていう理由だけでね、なんか誰しもに勧めていい感じがしない感じが心苦しいよねっていう。俺絶対言えないもん。なんか感動するアニメ見れるって言ったら、絶対俺ハイブリッドチャイルドって多分絶対ここぐらい前出てくるんだけども、BL だわ。言っちゃいけないんだっていうなと、ちょっとすごい苦しくなるよね。テレン。
BL っていう言葉にはときめくが、ゲイっていう言葉にはときめかない。まあ、でしょうね。やっぱ人気なのはさ、俺は別にゲイでもなかったのに好きになってしまったんだ系が人気じゃん。そんな奇跡あんの？三次元で。ゲイでもないのに男と付き合ったよっていう経験がある人は、チャンネル登録よろしくお願いしますね。皆さんのおかげで僕のチャンネル登録者数がなんと、男性が 10% に増えました。今までは女性が 97% っていうね、てめえは美容系 YouTuber かっていう感じの割合だったんだけどもね。ね、10% の男性陣見てます。あー、次ちょっと怒られそうだな。てれん。爆豪好きな女大体不女子。爆豪の人気ってやっぱりギャップというかさ、あんな凶暴に見えて可愛いみたいなことを言うところがみんなあると思うんだけども、果たして、本当に爆豪が可愛いのか論争ってさ、俺結構繰り広げたいんだよね。朝まで生テレビをね。俺あんまり爆豪得意じゃないのよ。僕はやっぱりネクラルなところがあるから、1話とかで緑谷に対してやっていたあのいじめみたいなものが本当に僕、未だに許せないタイプなのね。なんであのいじめ今許されてる感じになってんのっていう感じなんだけど、実生活に爆豪いたら俺絶対に忘れないもんね、あの爆豪の嫌がらせ。しかも本編において爆豪ってさ、そんな可愛いって言われるほど可愛いギャップ見せてた？爆豪の可愛げは二次創作の産物感。霧島が攻め、トロロキが攻め、爆豪が受けか知らないけども、そっち系の BL をたしなんだ女性が感じた感じだと思うんだよね。あの爆豪可愛いっていうのは。だから果たして爆豪は本当に可愛いのか。ね、ちょっと誰か高田さん呼んできてって感じなんだけども。てれん。不バレ報告ってどこに需要あんの？あるあるとは？あ、でもさ、最近多いよね。なんか Twitter とかでも TikTok とかでもさ、親に不バレしましたとか、あの報告あるけどさ、いらねえよ。てれん。順路一気だけが地味に過激で、テレビの規制の厳しさの変化に思いを馳せる。思いを馳せるとは？小6の時すごいオタク極めてて、新アニメは全て録画して見るっていうね、謎の習慣があったんだけども、その時に順路がやってて、BL と知らずに1話だけちょっと見ちゃったわけですよ。そしたらなんか花田さんがさ、桜井さんをしごいてさ、精液出して、その精液舐めて、濃いなっていうシーンあったんだよね。今でも覚えてる。明美からのあるあるも届いてきたので、ちょっと読み上げたいと思います。攻めが大体金持ち、天才、最強と理想的にハイスペックなため、作者の恋愛偏差値の低さがバレる。すごいこと言うじゃん。違う。おい、明美さん落ち着いてください。あのね、こんなの漫画だったらどこだってあることだよね、そんなの。大金持ち、最強。でも、なんか心の裏には葛藤があったり、だからこそそのね、傲慢さがある中でも繊細さが伺えるそのギャップに魅力を感じるわけであって、別にそんなね、別に作者が童貞っていうわけでは決してありませんのでね、落ち着いてください。ハイスペックだからこそギャップが生まれるんですよね。ギャグでもいいけど、少女漫画に時々含まれる BL 描写がごちそう。ちょっとよくわかんないけどもさ、でもさ、やっぱり少女漫画とかってさ、作者不女子なんだなっていう漫画すぐわかるよね。あ、なんか月刊少女野崎くんとかさ、学部もワンチャンそうじゃない？不女子じゃなかったとしても、そっちの需要を考えたシーンが時々伺えるなみたいなやつあんじゃん。つぼみとかの隠喩正直ダサい。らしいです。知らないですけどね、僕。ではインスタで皆様からいただいたあるあるを読み上げていきたいと思います。正直フリーとかの不アニメじゃないけど公式狙ってるだろってやつが一番いい。やっぱり不女子はね、想像したい、妄想したいっていうところがあるよ、あるみたいですね。10% 男に注意ですけども、こういう風にフリーとかのアニメを安易に BL だって言わない方がいいよ。本当にブチ切れてくるからこの人たち。そんな安易にくくらないで。あなたが思ってる以上に深みのある作品なのよっていうことを言ってくるからね。全く BL として見てるくせにね。自分の推しは攻めか受けか固定になる。または推しは右固定。あ、だから明美が言ってたのはなんかヒロアカの轟きがすごい難しいんだって。轟きショートは右なのか左なのかっていうことですごい悩んでいましたね。勉強しろ。受け受けしい子か受けをやることに反感があるタイプの人間でしたね。ギャップが大事なんだって。でもそれはわかる。大まかな勢力値で言うとさ、ギャップ命勢と王道命勢があってさ、なんか攻めだと思ってた子が受けをやってるのが結構地雷でさ、でなんか趣味が合わずに喧嘩に発展するみたいなやつがちょくちょく荒らしいから、ギャップ命勢なのか王道命勢なのかが一目でわかると言いますか。それで僕がお勧めしたいのは緑谷いずく。緑谷いずくは右なのか左なのかを確かめることによって、その相手の性癖がまあ単純にわかることができる。まあもっと、まあ枝分かれするともっと複雑な趣味思考はありますけども。次、BL作家さん大体猫飼ってる。あ、なんだこれ読んだんだろう。背景で腐る人多い。背景の良さはさ、公式はさ、結構純粋にずっとスポーツ漫画だったよね。不女子界隈の需要を持ったシーンがあるなっていうのが黒バスにはちょっとあったじゃん。でも背景はその需要が分かった上でザ・スポーツで生き続けた感じ。うん、潔かったよね。不女子になって初めてラブソングを理解し、聴けるようになった。え、何これ泣ける話？もはや無機物でもか。あ、なんかひょろとなしだったよね、このコーナー。特殊演技力みたいなコーナー。でも梅原さんで BL やんないから、あれが唯一の、梅原さんの BL シーンだと思いますので、皆さん、聞いてみたらどうでしょうか。ダイナミックなタイトルでエロいと思って買ってみたら、案外純愛ストーリー。待って、全然わかんない俺。意外とみんな不女子。わかる。女子ってみんな不女子みたいな一面があると思うんだよね、俺。偏見かな。チンコが欲しい。仲良さそうな男子見るだけで発光し始める。この女は一体何を発光するつもりなんでしょうね。ごじってるよ。豚や貝類とのセックスは読めるが、ショタは許せない。待って、豚や貝類はちょっと待って。ちょっと直撃できるちょっと置いときまして。これ、アケミもそうだったの。俺もそうなの。ショタが苦手だった、アケミは。俺もロリが苦手なの。ねえ、何言ってんの、こいつ。豚や貝類とのセックス。触手とは違うんだよね。ちょっと奥が深いです、不女子さん。ちょっと僕わかんないです。親バレしたことを TikTok に上げがち。うん、これほんとどこに重要なんだろうね。R18 の同人誌は買えないのに、やることやってる商業誌は買える謎。誰でも買えるこれ、結構セックスペシャルある。やることやってる、本当に。漫才のツッコミとボケを攻めと受けと間違えそうになって焦る。あー、言ってそうだな。教室の隅でこれ言って笑い合ってそうだわ。ないものが立つ。が口癖。攻めの赤面で息ができなくなる。これはちょっとわかる俺。なんか受けが受け受けしいことやってても、まあ受けだわなって感じになるけどさ。待って、今俺日本語喋ってるよね。大丈夫？会長はメイド様のさ、岡本信彦。
さんがさ、あゆさわに赤面するシーン、あれが一番僕燃えるんだよ。そういう少女漫画のシーン結構僕好きだよ。少女漫画の話はしてねえんだよ。クラスの男子で妄想しがち。これ結構ね、クラスの男子気づいてるからね。そして結構キモいと思ってるからね。気をつけて。原作でツンツンしてるキャラは右固定。絶対こいつ爆豪好きだよね。とりあえずの初手で世界一初恋進めがち。どうなんでしょうね。近藤隆のツンがもう長すぎてもうイライラしちゃったんだよね、俺。進めるんだったら、パカ率じゃなくて、下が率の回。普段子じゃない俺でも見れたから。一人称俺。今からすごい文句言うね。なんかさ、ツイッターとかで自分のことを俺って言ってる女性、全然俺って言ってくれてもいいんだけども、すごい怒られる。間違えただけでブチ切れてこないねっていうね。思うじゃん、男だって一瞬。え、何当たり屋かよと思っちゃって。ホモサピエンスに反応する。カラオケでヤリブの OP を歌う。ポケの教科書の人工呼吸のところ、男かける男でテンション上がる。男子のオナニーでアナル使ったことあんのか気になる。絶対使わないですよ。空気読めない不コメントに嫌としがち。うん。東海オンエアのコメントは本当に気をつけてね、皆さん。コンセントに充電さすときで、コンセントに充電器さすだけで、コンセントに充電器さすとき、なんなの読めないわ。一応常識はある。これはすごいわかる。ネットではもしかしたら、あんまり常識ないなっていうところはちらほら見るけども、三次元の世界においては、女子って結構あれ、常識あると思う。そこが男との違いだよね。変な話、大学生とかになったらすごい自分磨き頑張るし、ちゃんと羽ばたくんだけども、男のオタクはそれないよね。いつまで経っても二次元に引きこもって、自分を磨くことをしないよね。で、三次元の現実世界の女の悪口ばっか言ってんの。ね、本当に男ってやだ。梅原雄一で大敵視しがち。え、そうなの？梅原さんって絶対 BL 嫌いじゃん。だからその梅原さんの BL 嫌いっていう、その敵視からの防衛本能みたいな感じで、梅原さんが苦手って言ってる腐女子はいるのかもしれませんね、もしかしたら。ね、自分が死んだ時の同時死の行方。全人類思ってるから大丈夫。男だって思ってる。俺が死んだ時のあるこの家の中のオナホールをどうしたらいいんだろうみたいな。親すらも思ってると思うからね、多分さ、大丈夫。あなたの棺桶の中に一緒にね、花と一緒に入れてくれと思いますよ。同人誌を。腐女子っていう言葉をなんかいっぱい使っちゃったから、もしかしたら不快に思われる方々もいたかもしれませんけども、こういう動画っていうことでちょっとお許しお願いしますね。他にもこんなあるあるがあるよっていうことがいたら、コメント欄に書いていってください。それではじゃあ、もう噛んだ終わりやめよう。